はい、東野恵です。それでは今日はですね、えー、ヒ氏とちょっと論戦をいたしまして、まあ、そこでちょっと気づいたことがありますので、それについてちょっと伝えておきたいというふうに思います。で、えー、ことの発端はですね、4月の1日に私が上げた広ロ氏への批判の動画というのがあってですね、 まあ、いろいろと申しましたけど、一番最後に、まあ、宗教的なものとか、霊的なものを一回取り外してでも、このお父さん、いろいろとお世話になったお父さんに対して、もう悪口ばっかりしか言わない。感謝一切しない。こういうのは人としておかしいんじゃないでしょうか、というふうなことをですね。あの、申したわけですね。で、 えー、その翌日にですね、私のツイッターにある方からコメントがあって、この辺がことの発端ではあったんですが、その方がですね、あの、こんなコメントだったんですよ。ひろしさんは、私を愛してと泣いている子供なんだというご意見だったわけですよ。これはまあ宗教的にな,な,なるほどというふうに思いました。で、私はまあ、 ああ、泣いてる子供というよりも、僕を愛せと、こう、暴れてる子供のように見えるけどなとは思ったんですけども。まあでも基本的にそういう見方は確かにあるかなと思ってですね。で、その後、そのコメントくれた方が、まあ、あの、医学的に多少知識持っておられたみたいで、その愛欠乏症なんじゃないかということと、それから、まあこれがちょっとキーになってくんですけど、あの、発達障害、 大人の発達障害ですね。こういったものになってるんじゃないかという意味のことをおっしゃったわけです。で、私はまあそっちの医学の方の知識はあんまりありませんでしたけど、まあ、あなるほどとロ、ロジックが通ってると思ったので、なるほどというふうなことをですね、お答えしたわけですね。で、えー、それがまあ4月の2日の出来事なんですが、えー、今日ですね、今日のもう午前1時とか、 超えてたと思うんですけど、あの、ヒロ氏から私にツイッターで直接、コメントが来たわけですよ。で、えー、最初の第一声はあ、前から思ってたけど、誰だお前、ということで来たわけですね。えー、まあ、お前呼ばわりでした。で、まあ、その後ですね、あの、次のコメントはですね、これ、訴訟したら一撃アウトだけど、こんなこと言っていいの っていう、こういう、まあ、コメントが入ったわけです。で、何のことを言ってるかというと、その、さっき言った発達障害という名称を出したというところをですね、言ってるわけですね。え、だから、人を勝手に、その、障害者呼ばわりして、えー、いるけれども、これ、えー、訴訟したら一撃にアウトになるけど、訴訟していいのかというふうな、まあ、こういう、言葉が出た、あ、入ってきたわけですよ。 で、私がお答えしたのはですね、これ、私の意見で言ったんじゃなくて、ある方からもらったコメントで、あ、興味深いなと思ったので、あ、そういうふうなことも、お、あ、あるかもしれませんね、という意味合いで、あの、まあ、あ思ったんですよね。だから私が自分で主張したわけじゃないですよ、ということを言ったんですけど、もう結構、詰めてきたんですよね。あの、質問に答えてください。質問に答えようと。だから、ヒロシが、 発達障害であるという発言を撤回するのかしないのかということですね。で、私はまあ、ちょっと、ちゃんと読んでほしいけど、あの、私がそういうふうに言っている意見じゃなくてあ、なるほど、そういうこともあるんですかねっていう意味合いで書いた言葉ですから、そうじゃないっていう話を言ったけども、全然聞く耳がなくてですね、あの、もう一回聞くということで、 あの言葉を撤回するのかしないのか、ずっと迫ってくる感じだったので、まあ私はですね、別にその病名があ私の主張でも何でもないですし、別にここにこだわるつもり全くなかったので、あ、であればあの別に私はそこを主張しようとは全く思ってないので、いくらでも撤回しますよと。えー、論点そこじゃないですからというふうに答えたわけですね。で、えー、まあそうなんですけど、あの、 結構まあそのやり取りの間に結構失礼なまあ言い方は随分受けたんですよね。あのまあ最初の誰だお前から始まって。まあずっと私のことお前呼ばわりでしたから。え、お前の名前のアカウントにこういうこと書いてる。これが問題なんだっていうことをね。お前お前と言われてまして。まあ撤回するしないどっちなんだと。 で、まあ、それはまあ、その流れなんですが、全然関係ないことで、なんか私の、あの、プロフィールを調べたみたいで、私がブラジル本部長で、あの、伝道した時期がですね、2年半ほどあったんですけど、それを見て、あ、あの、お,お前国際本部だったのかと。で、国際本部は、あの、この,の、な、使えない職員が左遷される部署なんだということを言ってきたわけですね。 ええ、私の部署、所属でしたら部署を貶めてきたわけです。で、その時言ってたのは、それ以外に国際本部と幸福実現党と広,広報局は使えない職員が左遷される部署なんだと。だから、お前使えなかったんだろうなというようなこと、全然関係ない悪口がどっと始まってきたわけなんですよね。だから、まあそれに対してはですね、あの、まあ言われたことを何にも言わなければ、 認めたことになるって、これ、世界の常識でもあるので、まあ、あの、一応おお、私なりに、あの、言い返しはしておきました。要するに、ま、教団を、あの、広瀬さん、破門されたんで、破門された人があんまり偉そうに、その、甲府の科学の所属部署をですね、いろいろと、格付けがどうのこうのなんていう筋合い、言われる筋合いないですよ、と。で、 あの、あなた20代で、まあ、理事長されたんだけれども、現場も知らない。叩き上げの、この努力、苦労も全然知らないので、一回なんか、みんなのいるところで突然泣きながら、自分は現場をもっと知りたくて、一人前の男になりたいから、総裁先生に認められる男になりたいから、あの、建設会社に出向します、言って、いきなり爆弾、 爆弾説法をしたわけですね。私それリアルタイムで見てましたけど、まあみんなびっくりしたわけですよ。突然なんか泣き出して、あの、出航します。現場を知らなすぎる自分がこんなんは、こんなんじゃ一人前じゃないからって言ってたあなたでしたでしょと。だから、その、どの部署がですね、どう、どうのとかね、使えない人間が行く部署とかって言ってるけど、現場ってすごい大事なのを知らないですかと。電動が行われての現場ですよと。あなた、 現場で一般人の人に説法して、で、入会に成功、伝道に成功したことありますかとあ,あるいは一般の方現場で、この、大川総裁の説法とか本を、この、広めたっていう、こういう実績はありますかあるいはその、霊障問題なんかも起きるんですけど、そういったものを解決したっていう、そういうこと、現場での経験ありますかないでしょうと、えー だから、その、ない方が、あんまり、その、理事長に一回いたから、その時のいろいろとですね、知ってる情報で、なんか、上からものばっかり言ってるけど、それ、ちょっとおかしくないですかっていうふうにことは、まあ、申しました。まあ、申したんですけど、まあ、一番最後にですね、その時の、まあ、論争、論戦の最後に、長い、あの、やつが、ヒロシさんから来ましてね、そう、こう、こう書いてましたよ。そろそろ、あの、マジです。まあ、マジに、真面目に言うけれども、その、 まあなんか、インチキ詐欺師の留保を盲信するのは構わないが、まあちょっと聞き捨てにならないことも言ってたんですけどね。まあそれはいいとし、まあ良くないんですけど、その後ですよ。あの精神病の話を引き合いに出すなと。で、自分は診断を受けてないから医学的には健常者なんだと。だから健常者をふざけて障害者呼ばわりするっていうのは、この後のロジックですね。そういうふうに自分にその障害者呼ばわりするのは、 本当の障害者にとって失礼だろうということですね。失礼じゃないかと。だから彼らがどれだけ苦しい毎日過ごしてるのか知ってるのかと。想像したことあるのかと。そんな彼らにね、えー、のことも考えもせずに勝手にそんな、あの自分で診断して、その障害者だなんていうようなこと、口が裂けても言うんじゃないと。わかったかってこう、まあ、最後に、最後じゃないですけど、まあ、来たわけですよね。ええー。で、これはなんか、 あの、その後ですね、今日の昼頃にアップしたなんか彼の切り抜き動画、別の方が作ってる切り抜き動画で、ここをドーンと言葉に出して、で、完全ドンパーみたいな、広島火事みたいなことをなんかアピールしてましたけれども、まあ実際私はそれに対してもちゃんとカウンター打ってるわけで、そのまずね、その、 インチキ詐欺師っていうふうにお世話になったお父さんのことをおっしゃってるけど、そ、それどこがこの健全な、ああ、言葉ですかと。まあ、ああ、医学的な言葉は別に使うつもりないし、そんなことはいいと。私、宗教的におかしいと思ってますと。だから、論点医学じゃないんですと。宗教的に、真理に照らして、この父親のことをこんなに足ざまに言ってるっていうこと自体、普通に人間として捉えてもおかしいんじゃないですかと。 いうことは言いました。で、別に私はふさげて言ってませんと。真面目にそれおかしいと言ってますと。いうことは言ったんですけど、それはまあ、なんか切り抜き動画には載ってなかったです。えー、なんかその前のところで言って完全論破っていうことにしてましたね。まあ、そんなことが、まあ、あったわけです。で、それはもう、あのああ、朝方に近かったですけどね、終わったのは。えー、あの、まあ、それからですね、あ、うん、の、しばらく経って、 その問題はこっからなんですよ。こっから、私のところに、その何人かの方から情報提供があったんですね。それどんな情報提供だったか、ちょっと驚くべき情報提供があって、それは、そのおっしゃるには、いや、広ロさん自分でそういうふうに言ってたんですけどねっていうわけですよ。その、どういうことかというとね、あの、うん、と21年の1月2日ですから、3年、2年前ですね。 あの、障害者手帳を取得しようと思っていますっていう動画を上げてるんですよ。まだ今の段階では上がってますね。で、そ,のそこで何をヒロシ氏が言ってるかというと、自分は31歳になったけれども、ADSD の疑いがとても強いって自分で言ってるわけです。ADSD っていうのは、厚生省、厚生労働者の,あのサイトを読み入ると、これあの、いわゆる多動性、 とかと言われるもので、発達障害の概念の一つって書かれてるわけです。ここで発達障害と ADSL 繋がるんですね。だから自分は ADSD である可能性がとても高い。だから診断を受けたら ADSD、要するに発達障害っていう診断が降りる可能性が高いって自分で言ってて。で、しかもこれを取得すると、その交通費が半額になる。なんか新幹線が半額になるとか、 あれ、私は詳しくないですけど、なんか飛行機の方も安くなるとか、いろんなものが割引になるらしくて、まあ、なんか YouTube の撮影であっちこっち行くときに、この経費節減になるから、だから、あの、撮れたら撮りたいと思うっていう動画を上げてるんですね。で自分はそうだと思うと言ってるわけですよ。で、まあ、さらに、あの、それから2年ぐらい前のやつもですね、なんか、あの、お子さんがですね、えー、保育園で、そのお子さん、4歳ぐらいになる、 お子さんが ADS, h ADHD か。HD の診断を受けた方がいいっていうふうに言われて、それを、あの、元嫁から聞いた。離婚された元嫁からそれを伝えられて、あ、それは私の遺伝子だって彼は言ってるんですね。私にそういう遺伝子があるから、この息子に、こう、うつってるっていうか、まあなんか、うつってっておかしいな。あの、遺伝してるということですね。はい。えー だからそれが19年ですから4年前なんですよ。4年前からもうこういうふうに言ってるわけです。自分はそうだというふうな意味のことをですね。しかもですね、さらに、まあなんか私にその、ふざけるなってね、まあふざけてないんですけど、ふざけてそういうこと言うんじゃないって、だ、単価切ってましたけど、えっと、これは3年前ですね。20年の12月8日に、免子事件っていうのを彼起こしてるんですよね。え、それは私知らなかったですけど、それも教えられたんですけど、 あの、なんかね、あの、昇進保護と、障害者手帳で面交するような動画をどうもあげたらしいんですね。どっちが勝つか免交しようって、遊びですよね。で、昇進保護っていうのは幸福の科学の根本の、祈りですよね。教文です。で、それと、大事なものと、障害者手帳をこう戦わせてどっちが勝つかみたいなことをやって、で、それ、 なんか、咎められたみたいなんですよ。いろんな方からですね。で、その後、なんか、あの、謝罪動画出したみたいなんですよ。えー、で、なんか、障害者手帳免子大会の件で、不快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。心から反省しておりますって言ってるわけですね。えー、言ってるんですけど、その後に捨て台詞で、あの、うんこ投げちゃダメだよなって言ってるわけですよ。 だ本当に謝ってない感じですよね。うんこって、あの、要するに、昇進保護のことを指してるのか、障害者手帳のことを指してるのか知りませんけど、うんこを投げちゃダメっていうふうな言い方をして、なんかそれがネットに残ってました。で、 だから、私に最後の短歌で完全論破したっていう中で、ふざけて障害者呼ばわりするな。そういう障害を持ってる人に失礼だろう。彼らがどれだけ苦しい毎日を送ってるか、想像したことがあるのかって言ってますけど、いやいやいや、あなた自身が、結構ふざけて面子大会とか言ってるし、自分がそうだって自分で何回も言ってますよね、と。うん、だからですね。 この流れを皆さんも覚えておいてほしいんですね。彼はあのお結構いろいろ役者やってますから、真面目に言うときは真面目そうな顔しておっしゃるんですよ、正論っぽく。で、なんか最後に決めゼルフやると、まあ、ギャップもあって、普段ふざけてるのとギャップがあるんですかね。それでなんかそれが説得力持ったりすることがあるかもしれませんけど、そういうふうに言った、 もう完全論破って言った言葉はもうその直後の情報提供で全部覆されてるわけですよね。それって嘘じゃないんですかっていうことですよ。そこに嘘がありますよねということを申し上げておきたいわけです。だからおそらくですね、これあの広報局さんのいろんな動画の中でも、広しさんまた嘘を言ってますねって何度も繰り返し動画が上がってますけど、多分あの、この方のロジックというか生き方というか言論の中にこういうパターンがあるんじゃないかなという気がします。 何回も出てくるはずなんです。このパターンが。えー、だから今回一例ではありますけれども、まあ、この発達障害という言葉をめぐって、まあ裁判だどうの、 ということでなんか私に撤回しろって随分言ってふざけるんだとこんなことを二度と言うんじゃないと障害者の人のことを考えたことがあるのかと言ったその口の下から2年前3年前の自分がそうだっていう意味のことをだいぶ言ってるしめんこ事件みたいなことであのかなりふざけてやってるわけですよね。だからそういういことを ぜひ知っておいていただきたいなと思います。彼はこれからなんか渋谷区の国会議員に立候補して今街頭演説して政治家になろうとしてるし、いずれ国政にも出たいと思ってますって言ってるんですよ。えー、もしそうなったらすごい大きな影響力を持つんですが、この嘘があるっていう人がですね、えー、ところをよく知っておいて、まあこれ有権者の方も本当はこの動画全員見ていただきたいと思います。渋谷区の,の方もですね。まあそういうことがあるというのと、もう一つはまあ、 かなり失礼な言動を随分してますので、お前呼ばわりから始まってですね、私のことも相当いろいろ罵倒してましたから、なんか老害、え、おじさんとか、だずいぶんいろんなこと言ってます。えー、なんか E ランクだとね、ABCDE の E ランクだ、お前はってね、あの、国際局っていうのはそういうランクなんだっていうことをね、おっしゃってましてね。えー、まあ、かなりこの、なんていうか、感情的になった時の言葉相当悪い。 あの言葉が出てくるなということとですね、それからさっき言った嘘があるということ、この2点は知っていただきたいなということが今日の動画の趣旨であります。えー、ありがとうございました。